500ペイって何最近 Twitter でよく見る若者経済をご紹介しますプレゼント企画 Twitter ではよく見ますよねただそれを一個人がフォロワー獲得などの目的で行うケースがありさらに最新のトレンドとしてはその当選品として PayPay マネーを配るというものなんです規約上大丈夫なのかなと心配になりますが調べてみますと思った以上に PayPay 経済が広がっていて それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動をしています。カグわです。この番組はインフルエンサーやクリエイターの経済や最新トレンドをゆるーく配信する番組です。ぜひ皆さんのフォロー登録よろしくお願いします。そしていつも聞いてくださる皆さん本当にありがとうございます。それでは今日のお品書き。PayPay プレゼント企画が増えている。小学生と、小中学生とおぼしき PayPay バイト。 利用規約を調べてみたです。さあ、それではですね、最初の投稿を見てみましょう。はい。まあ、具体的な投稿はちょっとあえて伏せますが、えー、検索キーワードとしてはですね、プレゼントフォロー500ペイなどで検索しますと、まあ、ごそっと出てきます。はい。例えばこちら。え、協賛のスペース企画に当選し、1000ペイペイ。 もらいましたわーい。とか、500ペイを抽選で1名にプレゼント。私とペケペケをフォロー。そしてリツイート。何月何日まで。です。こういったですね、投稿が結構出てくるんですよ。で、当たった人も、そのペイペイマネーライトをもらったという画面のキャプチャーを え、アップするなど、これね、調べると思いのほか見つかります。まあ、ツイッターで、ツイッターでプレゼント企画というのは、まあ、企業で言えば定番のね、あの、マーケティング反則企画ですよね。ただ、まあ、これを一個人がやるというのは、やっぱりなかなか、 まあ僕らの世代だとなかなか珍しいなという感覚なんですが、どうもね、あの本当にそのフォロワー単純に純粋にフォロワー獲得でやってる。もしくは、まあアイコンを見る限りは、まあ、VTuber とかではないんでしょうけども、でもまあ、推しの Twitter に、まあ、なんでしょうね、うん、絡んで、まあそういう企画があったら乗っかっていくっていう時に、まあ、その、 当選品、まあ副賞として、まあ、ペイペイが、えー、配られると。もしくは LINE ギフトですね。LINE ギフトが配られるというケースが実はね、結構あるんですよ。はい。これね、あの、フォロワー数が1万とか数万の桁の ちょっと可愛らしい女の子のアイコンがやってるのを見つけて、で、娘にも聞いてみたんですけど、なんかね、あんまり知ら、まあ、いや、知らないと。こういう動きは全く知らないと。えー、彼女も言っていました。ですから、まあ、うちの、<laughs> うちの娘は Z 世代の年齢とはいえ <laughs>、ちょっとあの、多数派ではないのかもしれないですけど、 <laughs> はい。まあ、とはいえですね、もうかなりの数あるんですよ。まあ、怪しい、あれじゃんっていう風に言ってましたけど、まあ、この話はまた後でしますね。で、さらに調べてみますと、はい。アイコン500ペイでツイッター検索します。そうしますと、はい、出てきますね。アイコン募集採用500ペイ。アニメ系がいいです。500ペイまで払うので誰かアイコン作ってください。などなど。 要はその、ここならのような感じで、こう、対価として、労働の対価として、ま、PayPay を支払うというツイート、もしくは PayPay ペイペイで引き受けますよ、という投稿がですね、結構あるんですよ。で、これは調べてみますと、やっぱりその、超中高生、小中学生が、ま、ほんにアルバイト感覚で、 まあ何かそういったネット上の作業をするということでどうやらペイペイがね、その対価として流通している感じなんですよね。いやこれね、ぜひ皆さんも検索してみてください。なんか何かと絡めて5 0 0ペイとかいうので出てやりますと、まあ、可愛らしいアイコンのそういった投稿がたくさん出てくるはずです。いやー、うん、ちょっとびっくりです。 さあ、これなんですけども、利用規約上問題がないのかということを一応調べてみました。で、え PayPay、ー、の、まあ、送金、個人間の送金として、よく QR コードね、なんか割り勘とかするときとかの QR コードってあるじゃないですか。あれを、例えばネット上とかツイート上、ツイートに載せて、QR コードをたくさん公開して、まあ、みんな俺にお金送ってね、 っていうのは、もうこれ完全にアウトです。はい。これはもう完全にアウトです。えー、ペ PayPay イペイの公式ツイッターそれから規約にも書いてあります。これはですから完全にアウトなんですね。ただ、今回の場合、まあ、不特定多数には募集はかけてますが、やりとりとして PayPay ペイペイイマネーライトを使うということなので、まあ、やりとりとしては1対1なので、友達とおぼしき関係で、やっ いいるとも言えななくはないわけで、すねで当然、営利目的、加盟店ではない営利目的での利用は当然想定していないはずですので、まあ限りなくグレーです。で、利用規約を見ると、ただ禁止事項としてそういうことは、まあ明文化はされていないんですよ。ですから、まあかなり、まあ僕個人の見解としては、 やっぱりかなり黒寄りなグレーじゃないかなとは思うんですよね。はい。ぜひ、詳しい人がいたら、ぜひ教えてください。コメント欄や、えー、レターや匿名、えー、の Google フォーム概要欄から送れますので、ぜひ詳しい人いたら教えてください。でですね、えー、この、 PayPay マネーライト。ま、これは現金に換金できないタイプの、ま、y p a y 残高なんですが、おそらくこれが多くだとは思うんですね。で、ただ、当然これ、やり取りをしている人がたくさんいるという中では、実はリスクがあります。リスクとしては、相手に p a y p a y ID か電話番号、携帯の電話番号を知らせないと、当然やり取りができないんですね。要は、PayPay の友達登録かな PayPay の そういった友達関係ないとダメなんですよ。なので、相手に、まあ、電話番号とはいえ、個人情報が伝わるというリスクは当然あります。ですから、まあ、自分の息子や娘が、そういったプレゼント企画に応募して当選した誰かから携帯電話聞かれてるんだけど、みたいな相談が、まあ、あってもおかしくないわけですね。なので、 まあ、グレーだとは思いつつ、かつ、まあ、そういう個人情報のやり取りのリスクもあるという中では、いや確かにあんまり表だっ,って、うん、話題になってないな、な、なってないのは、なるほどな、という感じです。はい。ですので、まあ、クリエイターがこれを表だっ,って使うのは、まあ、私はお勧めしませんが、うん、ただまあ、 例えば、えっ、ー、と、二次創作とかの、えー、イベント販売、イベント販売とかで、えー、そういった QR コードで何か、はい、えー、現金のやり取りじゃなくて、そういう QR コードのね、やり取りをして、売買、販売をするということはあり得ると思いますので、ただそういった際には、えー、個人であっても個人事業のとしてし、 ま、何か PayPay ペイペイで加盟店登録などいろいろされて、ま、正規の手続きをして、そういった QR コード。ま、あとは p i x i でも確か QR コードの確かマネーがあったかな。そういったものを使って、え、健全にね、え、実販売するというのは、クリエイターとしては全然ありだと思いますので、現場の現金のやり取りがなくなりますので、いいかなと思います。はい。ちなみになんですが、え、PayPay ペイペイを利用するかどうかは置いておいて、はい。ネット上でね、何か抽選、プレゼント企画をやるというふうなことをやりたいというふうに考えている人もいるかと思います。そういう時に便利なのが、抽選ター。抽選に小さいつにターでつゆセンターという、まあツイッターのそういった、えー、自分をフォローしてくれる人を抽選するなんてツールが実は結構あるんですよね。ですからこの抽選ター以外でも何かそのツイッタープレゼントを えー、プログラ、プログラムなーナーで検索しますと出てきますので、よかったら検索してみてください。それから、あとツイッター絡みですと、あれですね、ジブリパーク。あのー、名古屋のね、えー、ツイッターパークの、あ、ツイッターパーク。<laughs> ツイッターパークじゃないで <laughs> どんなパークですかね。はい。えー、ジブリパーク。はい。ジブリのね、えー、 テーマパーク、ジブリパークの公式ツイッターも解説してるんですね。いやー、楽しみですよね。はい。もう、8.9万人フォロワーがいるということで、愛地球博のね、跡地にできますが、はい、楽しみですよね。ということで、もう、いきなりね、8万、9万人に上る勢いでフォロワーがついているということで、今後もね、情報発信楽しみにしたいですね。 この番組では、クリエイターやインフルエンサーに役立つ情報を毎日ウォッチしているカグアが、その中でも厳選して、よりすぐりなものをゆるーく、優しく <laughs> 解説する、ま、解説じゃないな、あの、取り上げて話題にする番組です。ぜひ皆さん、よかったらフォロー、登録、通知設定、そして応援拡散、よろしくお願いします。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、良い週末を、いってらっしゃい。